白神社胸札とは、宮本伊織が1653年に白神社に奉納した胸札。宮本伊織は、出身地の米田天神社と白神社の社殿再建の元首となっており、再建後に石道路を36河川の額と共に奉納されたもの。同神社の1960年頃の社殿屋根の修復工事をした際に、 同一内容のものが2箇所から再発見されたもので、あるが、少なくとも1916年発行の稲見軍史には、全文が活字化されている。中には、田原家の由来、宮本武蔵が、作州の神名なる者の死後、養子となり、後に宮本へ返しをしたことなどが記載されている。世の先祖は62代の村上天皇の、第七王子の友平親王の系列で、 赤松氏の出である。先祖の行部大部持ち帝の時、運が振るわなかった。ゆえに、その剣士を避けて、田原に解消して、晩州稲見群馬板村に住み、子孫代々ここに生まれた。祖祖父は、左京大部貞光と言い,い、祖父は、家帝と言い,い、父は、久光と言い,い、貞光以来、相次いで、小寺それがしの帰家に属してきた。ゆえに、今も筑前において、 子孫を見る。作週に神面なる者がいたが、天正の間、後継ぎがないまま、筑前は秋月城で亡くなった。意を受け家を継承したのを、武蔵上原神と言い,い、後に宮本市を改めた。また子がないため、世が養子となった。ゆえにあまりは今はその死を称している。世の血発の頃、玄奈年間に、新州出身の小笠原今大部源忠正と、 晩州赤市で主として関わり、今また、武前のおぐらで従っている。木村、加古川、西宿村、船木村、西河原の村、友沢村、稲谷村、古新村、上新村、米田、中島、恩師、今市、総十七村の氏神を、白大名人と呼び立て祀っている。古くからの伝えに言うところ、キーの日前神を勘定したて祀っている。しかも、米田には、 また別に、鑑みを高知っているのである。近頃二者共に、ほとんど崩れ朽ちている。世の一族は深く嘆いている。ゆえに、一つは、君主の家の運秀久を、捧ぐ祈りし、一つには、不祖生成の先、志を慰めたいと欲する。叱るに慎んで告げる。家計の田原義久、弟の小原原章、及び田原正久などと、 匠の技を従えてことをなし、今ここに新しい二者を得た。その神の威厳を人が天から得るにおいて備えることは一つもない。いわゆる新生誠道とはこれである。ならばすなわち祈らなくともただ従って、その信号は知ることは可能である。ただしかるに常人の質は皆天の徳を隠している。しかもそのはじめ、欲しいままに順一で、 赤い願いではできない。運を祈り、志を継ぎ、神と人の貫通を仰ぎ願う。その現象が、お原の使者となったのは、摂州有馬軍お原上城主の上野主心理、その後次の豚だ、私を産んだ母一人で、男子が亡く、天章の間、晩州三木城主の中川江問題部に従い、後来で戦死したに至る。ゆえに、母の命に従い、 現象にその死を継がせたという、時に、女王2年5月日宮本よりみな定時、金箔ありがとうございます。